はい、ユーデックスです。早速なんですけど、今日はね、もう僕、ユーデックスの失敗トークをやっていきたいと思います。もうね、ちょっと、まあ、失敗と言いますか、まあこれもね、まあ生きてればいろいろな経験があるっていうことで、まあね、この失敗談を今から話していくんですけど、まあ実際ね、皆さんも多分こういう経験をね、する方もいると思うので、いろんなその失敗を防ぐためにも、ちょっとね、今からお話しさせていただきたいと思います。はい、まずですね、僕ユーデックスはこのねチャンネルも通してこのねアロエ専門店アロエリットというお店を立ち上げましたということで、でイベント出店から頑張っていきますということでね、アロエのねその仕入れというもののね、準備の作業もしていました。でその段階でもちろんね、日本のいろんな生産者さんのハウスにお邪魔して、ねアロエを仕入れたりとか、一つね、最近こうね、アロエの交配種と言われているね、そういった、まあ、アロエハイブリッドの、ね、まあ、いわゆる海外輸入の、アロエハイブリッド版みたいなものを、ちょっとね、仕入れようと思って、輸入というものにね、挑戦をしました。もう人生ね、今僕も3時半ばぐらいのね、年齢になってきてるんですけど、人生で初めて輸入に挑戦しました。で、インスタグラムで、探したところのアカウントで、まあね、実際にちょっとやり取りをしました。で、やり取りといっても、僕はね、英語がね、すごくペラペラ喋れるわけじゃないし、もう本当にね、中学高校でちょっと習ったぐらいの、でも本当に、ただ日常会話もできないまだレベルなので、本当にね、わからないものはね、ちょっとまあアプリとか使って翻訳をしたりとか、まあそういうので直接 DM して、輸入というものにね、挑戦しようと思ってました。で、これね、輸入をしたことある方、まあ、特にその植物を輸入したことある方はご存知だと思うんですけど、まあね、植物検疫所と言われている、そういうね、植物、この植物がどういったものなのかっていうね、その証明書と、あとはサイテスっていうね、言われているそういう国際条約ですよね。まあ、ある意味その植物をね、守るため、植物を勝手に取って、で、それを販売しないようにとか、まあね、もう個体数、かなり希少価値が高くなっているものに対して守るために、そういうサイテスというね、そういった条約もあって、そういうね、サイテスの許可書とかいうのも必要だっていうことも、もちろんね、自分自身も輸入する前に勉強をしていったんですけど、やはりね、経験がないので、それがどういう手順で、で、どういうふうに書かれていて、で、どういうものがね、正式なものかっていうのが、全くやっぱ想像ができてなかったんですよね。なんでいろいろなね、まあ知り合いの方とかに聞きながらでもまあ少し頑張ってその方と DM して、でね、実はですね、もう3月の半ばとかにはもうね、その話が決まっていて、あとは、で、お金の支払いも、PayPal というものをね、使って、このお金のこともお金も振り込んで、で、あとはもうね、あちらの国の方が、輸出していただけるという形でした。で、まあ、ここでね、よく輸入、植物の輸入をね、してらっしゃる方よくご存知だと思うんですけど、本当にね、いろいろなトラブルがあるっていうのを僕も事前聞いていたので、でね、僕もヒヤヒヤしていたんですよね。で、ようやく3月のもう終わり頃にはこの話決まってお金も振り込んで、あと送ってもらうってことだったのに、もうね、1ヶ月ぐらい全く送ってこなかったんですよね。まず植物検疫証を作るからっていうことで、まだちょっと待ってくださいってことだったんですけど、一向に連絡がなかったんで、で僕もね、実は5月の初めにはもうイベントが決まってたんで、その頃にちょっと間に合いたかったので、ちょっと早めに欲しいなっていう旨をね、ちょっとね、優しい感じで伝えたら、ちょっとね、スタッフ、僕らの従業員もみんな今休みをもらってるので、まだね、作業取り掛かってないんだよ、みたいなことはね、すごく簡単に言われてしまって、いやいやいや、みたいな。でね、もう実はもうね、1週間、2週間では、もう届くよってことだったんですね、最初には。でも、いや、やっぱりこれやっぱ日本と、この海外の方の、いろいろな、ね、考え方の違いだな、っていうのを感じながら、待ってたんですよね。で、やっと、植物検疫所というものが、ね、来ました。で、ここで、ここでね、自分がもっとね、ここで気づけばよかったというか、もっとちゃんとね、いろんな事前に情報を得たんだから、もっと相談すればよかったんですけど、いろんな方に。その植物検疫所というものに、このね、学名がアロエベラだったんですよね。もうこのね、アロエベラと聞いただけで、よくね、あ、こういうことかって分かったと思うんですけど、いわゆるアロエベラって、さっき言ったサイティスとかそういう国際条約に何も縛られてないんですよね。
で、僕その時に気づけばよかったんですよ。あれ、アロエベラだからやっぱ欲しいよなと思ったんですけど、僕はなんせ輸入が初めてだったので、アロエベラというこのね、ネームでじゃないとやっぱりこのやり取りができないかなというね、なんか勘違いをしてしまったんですよね。なの で向こうのね、植物検疫所でしっかりそういう名前が出たから、まあ大丈夫だろうという認識だったんですよ。で、一応僕の認識の中でもそういったね、これはベラではないとは思ってても、やっぱりそういうものだと思ってたんですね。で、実際に、日本にね、届いたんですよ。ただ空港のね、そういう植物検疫所の検疫官の方が中身をね、多分見たんだと思います。で、ただ僕これ今回これ良かったなと思ったのが、その見ていただいて日本のね、検疫官の方がね、僕に連絡をくださったんですよ。で、これ実際に見たんだけど、このアロエベラじゃないよねと。で、実際に正しいものを、そのもうね、出店してた買ったからから、そのもう一回植物検疫書をね、再発行してくださいということだったんです。で、さらにやっぱりね、僕今回本当に良かったのは、もしここで分からずに、で、日本の検疫書も通ってしまってたら、僕今回ね、その初めての輸入ということもあったので、まあ自分のね、もしもなんかトラブル巻き込まれた時も被害が少ないようにね、そんなにお金をね、かけずに、まあ輸入をしたんです。本当に今回は、全部で4株ぐらいです。まあ、本当に被害が少なかったからまだ良かったんですね。もしこれ知らずに、このね、輸入してしまって、で、検疫所も何かのタイミングで通ってしまったとして、で、次回からはやっぱ安心して、ね、結構な量の株を買ってしまったとかってなると、で、また同じようなトラブルがなった時に、これかなりまずいんで、ただ本当に今回やっぱり日本ってすごくこういうシステムってしっかりしてるんだなっていう認識も受けたし、今回僕は初めてだったんで、まあ、経験として、まあ、こういうことでその無理だっていうことが分かったんです。ただそのもう一回ね、再発行、植物検疫所を再発行する、でさらにサイテスに、そのものがあれば、そのサイテスの許可証も必要だし、でそういった中で出店者の方にね、連絡をしたんですよ。で、まあ、話を理解してくれてるとは言うけど、でもやっぱり向こうの人は、まあ、これ、ね、言っちゃうと、もうやっぱアロエベラなら通るだろうっていう考えだったんですね。これね、やっぱいろんな方とか植物研究所の日本のそういった空港の方に聞いたら、やっぱりね、やっぱそういうことって現実で起こってるみたいで、向こうの国の方も、もうね、もう、そういうふうに研究家の方がそれで書いちゃったりとか、まあ、そういうふうに来ちゃうんですよね。っていうことも知ったので、で今回その僕自身は PayPal というものを使ってました。でこれはちゃんとね、個人情報とかそういったものもお互いに持っていて、で何かトラブルとかちゃんと物が届かなかったっていう時、ちゃんとねお金が戻ってくるようなシステムがしっかりしているので、まあ、今回ちょっとね、いろんな方と相談したりとか、植物研究所の方に相談をしたりとか、であとね、今その出店者の方にちゃんとその相談をしたんですけど、これね、今回この動画をしたのはなぜかっていうところなんですけど、あのね、連絡がね一切来なくなっちゃったんですよね。ある時からその最初こういうことで日本に泊まりましたっていう、でこういう風にもう一回、書類を再発行してほしいっていう時にその返事は来たんです。ただその時の返事が、いやこれはもうこの国でアロエベラと名付けられてるから、もうそうやってね、日本の検疫官に伝えればいいですっていう返事しかなかったんですよ。でこれ以上は僕に何ができるのみたいなことも返ってきて、でそっから僕ね、またいろいろとね、このいろんなことをお伝えをしたんですけど、もうそっからね、結構1週間経っても連絡がなくて、なので、まあ、ちょっと今回は、まあ、これも経験として、まあ、ちょっとね、ただ今回この空港のシステムとして新しくね、最近法律も変わったみたいで、初回の1回に限り、ね、返送ということが可能なんですよ。返品なんで、返品して、で僕もそのもうペイパルをしっかりとね、こう、なんていうんですかね、まあ、返金してもらうってことなのでいいんですけど、ただ空港としてはこの1回だけなんですよ。なんで次2回目から、もし僕が何かこういう同じようなトラブル、同じように、例えばそうやって別名できちゃって、でなんか物が違ったって言った時、もう強制廃棄らしいんですよ。なのでこれから正直本当に怖くなっちゃうというか、本当にね、輸入するときに慎重に、
やらなきゃいけない。ただその書類が良くても物のね中身が違ってたとか物の乱雑にこうって入ってたりとかそういうのだけでも全然またねいろいろと輸入するのをストップしてしまうし、もうちょっとね本当に今回、まあ、輸入というのはねいろんな経験の中で今回この経験をもとにもっとね自分自身もやっぱりちゃんとした、知識というかそういう勉強もしなきゃいけないし、やっぱりわからないことが想像ができないんで、ちゃんとやっぱ経験のある人にねちゃんと相談をしながら今回ねまた次回、輸入をするときはしっかりとしたいなと思いました。はい、まあ、なので今回ね、まあ、今後、まあ、ちょっと輸入をしてみようかな、植物の輸入をしてみようかなという方とかはやはりちゃんとねそういう、まあ、今ホームページとかでそういうちゃんとね植物研究所証明書とかサイテスの許可書とかそういったものっていうのはちゃんとね、調べられるので自身調べていただいたりとかするとかで、やはりねこう、まあ、結局人と人なので向こうの、ね、国の方で僕も日本にいるけどやっぱりねその国際間の意義からやり取りをしていてもやはりねこういうトラブルとかやはり向こうの方もとはいえ、まあ、ビジネスとしてそういうことをやっているわけであって、まあ、そこをねいい悪いとかで言ってても仕方がないので、ただねこちらもやっぱりね、被害があってはいけないし、これがね本当に僕がもう100万とかもう何千万単位のねものだったらもうこれ大損害になっちゃうから、やはりねこれからやっぱ皆さんも、まあ、海外輸入とかする時とかは、まあ、しっかりとそういった、知識とかと、あとやっぱり安心してこう輸入ができる方と人脈を作っていくっていうのがいいのかなと思いました。だから僕も次回はやはりねそういったちょっと自分の、そういった知り合いの方、生産とかそういった小売りをしている方とかにちょっとねその輸入のことを今回相談したんですけど、まあ、そういった方と一緒にちょっと輸入ってどういったものなのかっていうのをちゃんとレクチャーを受けて、で実際に輸入をその方にちょっとねアドバイスいただきながらやって、で、まあ、そこからねちゃんとこう自分でもできるように、まあ、ステップアップしていければいいかなと思っています。まあ、今回ねちょっとこういった僕のまあ失敗談というか、まあ、これ失敗というかね、まあ、これもまあ一つね、まあ、これからまたねこうやっていろいろな、ね、仕入れをしたりとか、まあ、こういった輸入も含めていろいろやっていく中でねやっぱりこういったものってねもうあると思うので、まあ、ただねこういった経験ってやはりね、今ねこういった、まあ、YouTube もそうですしこういった SNS が普及しているので、まあ、今回この自分の失敗談がぜひね誰かのね、何かためになればいいかなと思ってこの動画を、作成しました。はい、なのでね、まあ、今回この動画またね何かいいきっかけというかいいヒントになったなと思った方とかね、まあ面白いなと思った方でもいいのでね、ぜひね、またチャンネル登録とそしてねグッドボタンの方よろしくお願いします。それではねまたお会いしましょう。